佐野市大橋町にある鶴天さんへ来ています。おしゃれな外観です。アルファベットでおしゃれ。夜は居酒屋になるそうです。駐車場はお店の西側にありました。外観は涼しげな建物になっています。メニューです。これはおすすめの3つです。とにかく値段が安い。裏面は定食メニューもかなり値段安いです。量が少ないのかな。うまそう。夜なら飲みたい。夜は居酒屋になるのでお酒も豊富。トンテキか。限定に弱い。季節をあげるってフレーズがいいな。まず前菜が登場。すごいおしゃれです。一口ずつ置かれた4種類の前菜。これは嬉しいサービスです。それでは食べてみよう。うんうん、4つもうまい。もうすぐ完食です。海鮮丼750円。ドリン。これで750円。量が少ないのかなって言ってごめんなさい。ネタが溢れそうです。かなりの種類載ってますね。海鮮の宝石箱やって感じです。色合いも綺麗になってて素敵。10種類以上のネタが入っています。これは1000円以上取れますね。容器もなかなかでかいんです。どこから見てもおしゃれなようで、赤や黄色、白、緑が素敵です。ご飯が大盛りすぎるな。これは満腹になれそうです。それではタコを食べてみるよ。キラキラ光る米に寝た。それではいただきます。ほー、酢飯がちょうどいい。おいしい。幸せです。見てください、ご飯の量がすごいんです。ご飯詰まってます。ミニダブルセット750円。ドリン。うおー、もう目がハート。いろんなものが食べられるの嬉しいです。縦に積まれた天ぷら、目には見えない盛り方です。そしてきゅうりがおしゃれ。ネギトロの量やばい。マグロもすごいです。味噌汁も海鮮系です。色合い素敵なサラダも。これが750円、ありえないですね。このカラフルサラダ食べてみるよ。ガブリ。新鮮サラダが美味しい。サウザンドレッシングもうまいです。天丼の天とご飯分けてみたよ。このお皿でできる大盛りです。こんなに乗ってたのか。それでは天丼食べてみるよ。かき揚げでっけー。野菜たっぷりのかき揚げがたまりません。タレがたくさんでご飯を誘います。米がすごいぞ。大好きなエビはどうかな。プリップリエビがたまりません。もうご飯が進んじゃうな。中はこんな感じです。ナスはどうかな。ふう、とろっとろのナスです。タレがたくさん絡んでて本当にうまい。キラッキラしてるよ。ネギトロの色合いがいいです。ここに醤油をかけてと。これはうまそうだ。ネギトロと米を合わせてみた。いい絵だな。よっしゃ、食べてみるよ。酢飯のバランスがたまりません。きゅうりがお口をさらにさっぱり。こんな切り方初めて見たな。マグロの切り身を乗せて食べてみるよ。ガブリ。うまさが止まらない。味噌汁は卵入りエビちゃん。具沢山です。うまそう。味噌汁飲んでみるよ。さっぱりしていて時折卵が口に。うますぎる。それでは振り返りです。初めて来たお店だったんですけども、安さに量に破壊力。私の胃袋が満たされるなんて。
夜の居酒屋もぜひ行ってみたいです。次は夜の部に潜入しよう。本日はごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくね。